か自分の中ではもうちょっと打たれてるかなと思ったんで、うん、もっと投げときゃよかったなって思いました。意外にも抑えている自覚はない。ではシンカーをどんなボールと考えているのか。軸になるというか、決め球でもカウントでも。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。決め球にもカウント球にもなるシンカー、その特徴は、まあ、大きいと思ってるんですけど、自分ではイメージは緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。一度浮かしてから大きく緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。ツーストライク後の被打率は1割を切る。ではどんな握りで投げているのか。僕もこうです。これでこのシームこうなんですけど、まあ、これこうシームのところでこう握るという感じですね。フォーシームから指をずらし、中指と薬指で挟む。さらにボールの挟み方で変化の仕方をコントロールしているという。大きく曲げたい時はちょっと広げます。でカウント取る時はちょっと弱めにというか、はい、大きく曲げたい時は指を広げて深く挟み、小さな変化でカウントを取りたい時は浅くする。の仕方は、投げ方はもうこういう感じです。撫でる感じというか、で投げてください。はい、滑らす感じというか、こっちから出ています。緊急地震速報が出ています。新しい情報が入りました。最大震度は6強です。先ほど午後11時8分ごろ、東北地方で最大震度6強の強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くからは離れてください。この地震で震度6強を福島県中通り、福島県浜通りで観測しました。また震度6弱が宮城県南部、宮城県中部、震度5強が宮城県北部です。先ほど震度6強、最大震度6強の強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。新しい情報が入りました。この地震で震度6強を宮城県南部、福島県中通り、福島県浜通りで観測しました。また震度6弱が宮城県北部と宮城県中部、震度5強が福島県会津、栃木県北部、栃木県南部です。震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くからは離れてください。また震度5弱が岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、山形県村山地方、山形県沖玉地方、茨城県北部、茨城県南部です。福島県郡山の地震発生時の映像です。カメラが激しく左右に揺れています。先ほど午後11時8分ごろ、東北地方で強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。この地震で震度6強を宮城県南部、福島県中通り、福島県浜通りで観測しています。また震度6弱を宮城県北部と宮城県中部で観測しています。震度5強が福島県会津、栃木県北部南部です。また震度5弱を岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、山形県村山地方、山形県沖玉地方、茨城県北部南部、また埼玉県北部でも震度5弱を観測しています。福島県郡山市の地震発生時の様子をご覧いただいていますが、カメラが長い時間横揺れしています。新しい情報が入ってきました。震源地は福島県沖、震源の深さは60キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.1 と推定されています。この地震で多少の潮位の変化があるかもしれませんが、津波の被害の心配はありません。この地震で多少の潮位の変化があるかもしれませんが、津波の被害の心配はありません。福島県いわき市の様子です。こちらも地震発生時のものですが、カメラが左右に小刻みに揺れています。揺れが長く続いているのが分かります。
先ほど午後11時8分ごろ東北地方で最大震度6強の強い地震が起き、この地震で震源地は福島県沖、震源の深さは60キロです。揺れが強かった海岸付近や川の河口付近では念のため津波に警戒してください。詳しい